ちょっと会社に電話して。会社ですか。うん。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。濃い人がおるね、今日は今日はちょっと面白い企画で、俺がよくね、会社の近くに行く居酒屋さんなんだけど、そこで働いていらっしゃる方で、うちの従業員をドッキリしてくれんって言ったら、まあいいよっていうことで、お今日のまずターゲットは、はい、寺西くんだね。お最近ちょっと YouTube で出て、出て調子に乗ってる。企画としては、今四日市であのマンションやってるから、そこで住民さんのふりして、はいはい、ちょっとクレーム行ってみようっていう体なんだけど、はい、最初はまあ匂いが臭いとかそんな体だと思うんですけど、うん、どんな感じで攻めようね。もう本当にネバっこく行きたいです。ネバっこくネバっこくじゃあ本当になんか俺が思うのはさ、もうたださ、行って向こうがね、ただ謝ってくるだけじゃなくって、もっともうなんかわけわからんこと言って、もう理不尽なクレーマーをまた聞きたいと思います。それでちゃんとしたね、職人として対応ができる。ああ、なるほど。じゃあ四日市まで、せーの。今から塗り替え道場作業員ドッキリスタート。さあ、行きます。行きましょう。行きましょう。すいません、すいません、ここの責任者います？すいません、いないの？責任者います？あ、ちょっと待ってください。はい、ここの責任者さん、はい、ちょっとここの住民なんだけど、はい、ちょっと匂いが臭いの。あ、本当ですか。うん、どうにかできない？今ベランダ側乗ってるんですけど、多分3面は窓多分開けれるんで。だけどすごい臭いの、はい、開けるとすごい臭くて、なんか気持ち悪くなってくるの。すいません、やめれないの今日？ちょっとできないですよ、やめる。もすごい臭いし、 あとガタガタガタうるさいし、誰か喋ってない？ちゃんと仕事してる？あ、ちゃんとやらせてもらってます、ね。臭っさいし、うるさいし、喋ってるし、はい、どうにかして。ちょっと気をつけます。もう、はい、気をつけますって言われてもさ、はい、もう今日やめて、もう今日やめて。いい感じ、いい感じ、もっと言ってください。なんでできんの？責任者でしょ、ここの。そうそう、責任者だったらやめてよ。で、やっと今日さ、天気良くなったもんでさ、洗濯物も干したいし、はい、でしょ。 それなのに。あの予定表では今日ベランダ側塗装されて、知らないし、知らないし、聞いてないし、聞いてない。うん、すいません、どうにかして。なるべくちょっと早くベランダ側終わらせますんで。もう早く終わらせてほしい。そうですね、もうくっさいし、うるさいし、くっちゃべっとるし、ガタ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 寝れない。すいません、ちょっと職人の方にもちょっとあのミーティングであの喋らないように、うん、あのやるっていう。何人でやってるのここ？今日3人で。ちょっと3人絶対もっといるでしょう。いや、3人しかいないです。すんごいうるさいもん、絶対もっとおるって。いや絶対おる。いないです、いないです。そう、いない。はい、会社に電話してください。すいません、本当に。ちょっと会社に電話して。会社ですか。うん、ちょっとおいらさんおらんの？あ、ちょっと僕が責任者なんで。やだ、もうだって分かんないじゃん。すいませんばっかじゃ分からん。社長呼べ。社長呼んで。社長ですか。うん、社長呼んでくれんとさ、話がらちゃあかん。もう若造でしょ。若造じゃわ、もうダメ。ちょっと社長呼んで。電話する？いや、ちょっとそれできないですね。できない。あの管理がいますので、管理の方に。管理、はい、もう管理とかそういうの分からないけど、はい、とにかく私静かに寝たいの、はい、臭いのも嫌なの、気持ち悪いのも嫌なの。それどうにかしてほしいの。ちょっともう匂いはもうほんと換気してもらうことしかできないのと、もう換気しても換気って、換気換気換気って換気しか言えないの。鼻もげるよ、普通に気分が悪くなる。うん、そうそうそう、本当に救急車呼んでほしいぐらい。下着大作戦行きますか。そうですね、でさ、なんかさ、はい、部屋見てない？はい、部屋覗いてない？覗いてないです。いや、なんかすごい視線が感じるんだけど。で、パンツが1枚なくなってんだけど、誰か取った？取ってないです。取ったでしょ。取ってないです。絶対誰か見とる。いや、見てないです。だから絶対3人だけじゃない。いや、あの、視線がすごい感じるもん。
私のこといやらしい目で見てるでしょ、うん、いやらしい目で見とるでしょ。おばさんだと思って何笑った今ねえ、笑ったでしょ。おばさんだと思って、一応女だからおばさんでも、おばさんのパンツ取ったでしょ。あなたもさっきからやらしい目で見てるでしょって、うん、ちょっと上から下からやらしい目で見てる。ちょっとやめてもらっていい、それ。本当社長呼んでもらっていい、本当に。でもパンツがなくなったの、どうすればいいの。絶対誰か見てる。夜とかも誰かいない。夜、うん、夜とかちょっとガタガタってして、5時とか6時に、いや視線がすごい感じるの。そう、私基本家の中でマッパなの。感じるの。誰か絶対見てる、いやらしい目で。いや、あのビニール囲ってるのが多分、いやいや絶対その間隙間はあると思う。絶対おばちゃんの体見てる。こうやって誰か熟女好きいるでしょう。いないです。絶対いると思う、はい、すいません、おばちゃんだと思って笑ってる。いや違います。ねえちょっとおかしい、それ。ちょ社長呼んで、なんで笑うことじゃないよ。私は大事なの。え、その大事なパンツだったの、それがなくなったの。絶対誰か従業員のポケットちょっと探していい、私。いや、ちょっとそれはもう従業員のパンツ、ちょっとチェックさせてもらう。いつ洗濯物干されてます。毎日干してるわ。今ちょっともう外出れないんで、いつ頃。いつ頃、うんとね、2、3日前。あんた私のパンツ狙ってんでしょ、最近時間聞いてって言って。私のパンツ狙ってる。いや、じゃ真っ赤なパンツだったの。はい、大事なのそのパンツ、私、はい、うん、勝負したけなの。それ今日つけようと思ったらないのよ、はい、絶対誰か盗んだ。いやもうそれは絶対ない。絶対ちょっとさ従業員呼んできて、絶対ポケットに入ってると思う。入ってると思う、はい、お兄さん。もうそういう目で見てる人誰かいる。いやもう全くいない。絶対もっと3人じゃない、もっといる。夜とかも絶対誰かいる。視線感じる。ちょっとそういう人ばっかりいるの、そのいやこの塗り替え道場って。そういう人ばっかなの、この塗り替え道場って。真面目なあの職人さん、この塗り替え道場って。これこれこれ、ちょっと見て。本当にね、すいません、本当に。ちょっと下着の件は分かんないんですけど、うん、あの匂いの件ちょっと。なんで今下着の件何流した。私そっちの方が大事なんだわ。本当ですか。うん、本当に。その普通にもう飛んでっちゃったとか。飛んでっちゃった。多分テク職にはいないと思う。なんでいないって分かるの。そんなの分からんじゃん。本当に絶対ポケットに入っとるか何、汗拭いたかなんかした、それで。そういうのやめてよ、本当に。匂いが、本当に匂いが臭いのと、下着割れすると本当に踏んだり蹴ったり。もういい加減やめて、本当に。工事の時間がまああと 2,3 週間ぐらいなんで。 2,3 週間もかかるの。ずっと私その名に嫌な、いやらしい目で見られてるの。いや、見てないです。なんでそれが分かるの。はい、なんでそうやって分かるの、お兄さん。清らかな。清らか。清らか。ちょっと本当に一生懸命な職人。清らか。いやもうそうです。いや私おばちゃんが清らかじゃないみたいな言い方、それ。何？何？もう一生懸命もう塗ってるんで。何ペンキで塗ったろか、本当に。すいません。本当に体全部で塗ったろか、ペンキで顔全部。本当に。一生懸命やってるんで、多分そのぐらいの余裕もないぐらいでも一生懸命やってるんで。見る余裕もないぐらい。本当に一生懸命やってるね。本当、まあお兄さんの言葉も信じるけど、うん、パンツなくなった件はちょっと会社帰ってちゃんと社長に言って、で会議してちょれ、うん、大事なパンツなの、うん、1枚だけ、とりあえず1枚だけ、下だけ、うん、だから困るのよ。上下揃ってないとダメなのよ、うん、あとやらしい目で見るのはやめて。いや本当見てないです。あ、そうなの、本当に。絶対本当、作業員にも言っといてね、従業員に。登場してほしかったら咳払いしてくださいね。じゃあもうちょっと、じゃあさ、ここじゃなんなで、もう私の部屋でちょっとお茶する。お茶でも飲む。お茶でも飲もうか。お茶でも飲もうよ。お茶でも飲もうか。お茶で飲もうか。大丈夫、ちゃんと服着るから大丈夫ね、本当に。すいません、ちょっと管理の方からもちょっと連絡入れますんで。本当だよ、困っちゃうで。あ、でもちょっとなるべく踊ってないよ。ほら、今こそ。パタンパタン。今の。またやらしいの。一緒です。あ、でも、ほんとに。何やそのやらしいこと。いや、ほんとに来てないです。ほんとに来てないです。でも、やばかった。
やばいですね、もうそのこいつやばいなと思った。どっから連れてきたんですか。住人さんじゃないってことですか。住人さんじゃない、住人さん。笑っちゃダメだし、笑っちゃうし。そう、もうめちゃくちゃ言ってるんですよ。そうだったよね。パンツが裸だろう。部屋で裸で一緒に紅茶飲もうって言ったんだもんね。あそこ俺が指示したからね。そう、やばいっすよ。嘘、本当嫌いっす。嫌いっす。嘘、嘘。やっとかけてましたね。やったやった。すごい理不尽なフレームやりました、ね、もうあのパンツのくだりはもう終わった。でもすごいいい対応してくれました。何点ですか、はい、手配衆の対応は。もう100点満点です。おお。手配衆はお客さん対応は、うん、職人としては100点満点です。100点、100点満点もらいました。100点満点もらいました。よかった。見てるよ。また行くよ。また行くよ。あと騙しに行くから。まあじゃあそういうことで、まあ他のこともね、ちょっといろいろこれから企画一緒にやってもらおうと思ってますんで、うん、お、ちょっと当たったもんね、はい、今日。すごいですね。もうこんなに面白いと思わなかった。うん。よろしくお願いします。まあカットされてると思うんですけど、はい。まあ本当実は十何分やっとるんで。そうですね、結構やりました、ね。その間ずっと手足声がありました。そうですね。そうそう。本当にまた面白い企画ちょっと組んでますんで、はい。ぜひ、あの、交互期待で。よろしくお願いします。はい、また見てね。みんなはめてほしい。僕だけ。じゃあ本当にクレームじゃないですか。うん、これは本当のクレーム。クレームじゃないですか。クレームでその対応できるとこもしたいんですけど。もう本物の曲だと思ったやっぱ。そうそう。匂いがあれとか、まあそれはもうよく出るんで、あの、換気してくださいって。いつもはもう済むんですけど。社長で話長いで終わります。